にちは、しおりちゃんのおりみです。今回は皆さん夏休みは始まりましたか？しおりみはあと1週間あるんですよね。うん。で、なんかテレビで見たんですけど、もうね、あのお休みに入ってるあの学生さんもいっぱいいるみたいでね、皆さん夏休みといえば何ですか、りみさん。夏休みといえば、夏休みといえば、何だろう。何？夏休みといえば、りみにとって。何だろう。思いつかない？何だろう。何だろう。宿題でしょ、夏休みといえば。まずはそうなの、宿題やんなきゃいけないじゃん、大量の。そうなんです、りみちゃんね、風邪ひいちゃってめっちゃ鼻声なんですね。すみません。そうだよ、明日から3連休なので、とりあえずね、風邪治さないとね。うん、はい。で、りみちゃんはちょっとひとまずね、あのまだ夏休みじゃないんですけど、しおりだけもうもらってて、夏休みの宿題が分かってるので、今年はどんな宿題かね、去年もね動画撮ったけど、今年もちょっと撮っていきたいと思います。どうかな、今年の宿題は。映ってないから見ていこう。じゃあ見ていこう。じゃあちょっと宿題のページ開いてください。はい、はい。ここかな。そうそうそう、じゃあそこを見せてください。じゃじゃん、入ってる。じゃん、見えない、見えない。じゃじゃーん、こんな感じでりみちゃんの宿題出てます。はい、じゃあちょっと読んでみようか。うん、まずあの絶対やらなきゃいけない、全員がやる宿題は、まず1個目が夏のびのび、あのなんだっけ、お前すぎる問題集だね。そう、それはね、まだもらってないんで、ここに今ないんですけど、まあいつも毎年やってるあのなんかね、問題集みたいなやつだね。うん、次、野菜の観察。野菜の観察。りみちゃんは2年生は夏野菜だね、うん、の苗を植えて今育ててるんだけど、それの観察だね。りみちゃん、今年りみちゃんは何を選びましたか？トウモロコシ。トウモロコシだね。すごい大きくなってたね。りみの背越してたね。え、すごかったよね。りみちゃんはトウモロコシで、しほちゃんは枝豆だったね。そうだそうだ。はい、じゃあ次、3つ目、授業日記。これはもうね、何年生になってもある、うん、毎日書くやつ。はい、4つ目、絵日記ね。1年生の時2枚になったのに1枚になった。うん、1枚になった。あら、減ったじゃん。減った、やったね。減った。誰か通ってるけど、まあいいや。はい、じゃあ次、5つ目、生活カレンダー。はーい、これももう毎年あるかな。なんか歯磨きとかやるでしょ。なんかあったよね。そうだね、塗ったりするやつ。6、漢字ドリル2回目。あー、漢字ドリルをまた最初からやるやつね。そう、だけどね、こういうね、うん、もうね、うん、なんて言うんだろう、なんかさ、声とかさ、うんうん、なぞるところ。ああ、そういうとこはやんなくていいな。うん、自分であの書いたりするとこだけを、うん、もう一回。で、算数もやるのかな、うん、算数。算数の方のドリルもやるのね。うん、それでママに丸付け、うん。ママに丸付けね。はい、じゃあここまでが全員がやる宿題だね。うん、で、次が選んでやるものだね。選んでやる。国語と生活と図工だね。この3つの、まあ、それぞれいろいろあるんだけど、その中から2つ以上だね。だから2つ以上だったら3つでも4つでも5つでも6つでもやっていいってことだね。だよね。うん、で、国語は何が出てるの？国語はね、うん、習字と作文と、うんうん、読書感想文だね。あと図書館調べる学習。何それ、そんなコンクールがあるの？図書館調べる学習コンクール。
へえ、コンクールがありますって書いてあるね。うん、習字は紙の大きさに気をつけて書きましょうだって。はい、じゃあ次生活は科学工夫作品あの実験みたいな、実験で磁石とか風の力とかを使った作品を作ることか、それの論文か、やってみたい、やってみたい課題、好きなことやっていいってことか。ね、耳の粒曲がっちゃった。本当大丈夫？見る？いい、後で見る。曲がっちゃったそうなの。はい、じゃあ最後図工はアイデア貯金箱、ポスター絵、ね、うん、ポスター絵、ポスター、それもコンスクールがあるのかな、毎年あるもんね。うん、じゃあリミちゃんはそのうちの2個以上だからね、もう何やるか決めた？うん、何にしますか？かけがな、習字。習字、お、初挑戦だね、去年やんなかったもんね。だけど去年さ、うんうん、書いたじゃん。あ、そうそう、しほちゃんがやってる横でちょっと1回か2回ぐらい書かせてもらったね、うん、それね、ママにね、うん、出せるって言われたのにね、うん、なんかいたじら書きしたり。あー、そうだったね。じゃあ今年は習字に挑戦ですね。うん、はい、じゃあ次もう一個は図工の絵。うん、大好きな絵ね。これはこれも確かね、ちょっとまだじっくり見てないけど、書くテーマが決まってたと思うので、そのテーマに沿って書く感じかなね。はい、もあ、習字も書くこと決まってるかな。図工、うん、図工でさ、うん、走るやつ、走るやつ思いついたの。何？あ、図工工作？工作思いついた。工作。うん。すぐできる工作。思いついた。それでもいいんだよ。絵か、まあでも何個かやってもいいんだしね。別に2個しかやっちゃいけないってわけでもないし、2個でも3個でも4個でも。3個。3個やる。すごいね。習字と図工の、うん、工作ね。工作。工作と絵。素晴らしい。で、他にもね、まだね、なんかできたら、いろいろね、自由研究とか、あと自学ノートとかかも、進めるのかな？そんな感じかな。そうね。さて、早寝早起きができるんでしょうか？はい。生活の目当てはそうだ。みんなそう書くよね、早寝早起き。学習の目当て、毎日一個は宿題をする。できるかな、毎日。だってこれとかあるじゃん。ああ、そうなの。そっか、それも宿題に入るのね。一行日記も。そっか、そしたら絶対宿題やるってことになる。すごい、さすが。そうだね。それで、うん。運動の見えて、20度目を3回から5回できるようにする。耳ね、今1回しかできない。そうなんだ。2回半分しかできない。うん、だからしたいんだ。うーん、次、お手伝いの目当て、うん、1ヶ月に10回はお手伝い、できますか？10回お手伝い。5回になった、うん、勝手に減らしていいの？うん、いいの多分だってさ、学校で5回にしようかなって思ったけど、うん、でもさ、1ヶ月ってさ、30日ぐらいあるでしょ、うん、10回はできんじゃない？1日1回やっても30回もよ。それが10回でしょ、できんじゃない？5回なの？5回しかしないの、逆に。10回でいいんじゃない？目標だし。10回より多くできたら20丸、うん、10回できたら丸、丸で、できなかったら三角、5回できなかったら三角、三角。え、今のとこ10回でしょ？うん、5回じゃないでしょ、うん、できなママに頼まれなかったら5回。でもほら、白黒のお世話とかも入るから、うん、自らやってください。ご飯あげたり、へい、ね、へい、うんぴ拾ったり、うんぴね
はい、ママってうんぴって言うんだ。うん、そう。そこ？そこ突っかかる？うん、はい、じゃあいいかな。夏休み頑張りましょう。はい。ちょっと鼻声でね、すみません。鼻もちょっとズルズルだったし、ちょっと途中ね、喉、あれなのに、ちょっとジュース飲んじゃったけど。スプライト。スプライト。ちょっと今スプライトしかなくてすいません。冷蔵庫に入ってるものがね。お水でもよかったんだけどね。はい。何でもいいって言ったらジュースが来た。はい。じゃあ終わりにしよう。今回は、リミの夏休みの宿題を、紹介しました。はい。まあでも夏休みに入ったら、夏休みの宿題をやってるところもね、ちょっと撮れたらなと思います。はい、それでは、バイバイ。バイバイ。リミになる。おやすみ。3連休。グミペア。